おばんざい。これもやんの嫌やねんな、おばんざい。やれよ、なんか。なんかバンドなんかあれやからさ、一番ガールとかってこうやってやってるやん、あのテンション。あれは嫌やな。どうもどうも、すいません、ね。カジアキラです。よろしくお願いします。バンドリュウジが、おばんざいを YouTube でやってるということで、その再生回数がですね、なんとですね、伸び悩んでいるという。非常に切実な話でございます、それを助けるがごとく、いや助けない、いや私が乗っ取るという今この企画でございまして、次回から、カジアキラが、おばんざい改め秋ばんざい秋ばんざいよいしょっていう感じでやらさせていただきます、よろしくお願いします。後であのバンドリュウジも合流しますので、そこで詳しくバンドさんに説明しまして、僕が引き継ぐという形になっております。どこまで許してもらえるのかわからないんですけど、よろしくお願いします。それでは秋万歳。あ、これだよ、これです。はい、秋万歳の一番ゴール。いや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 。一番ゴール。いや違う違う違う。え？じゃもう乗っ取ったからちょっとあっち行って、とりあえずやるから。やるから。もういやもう制作部隊にちょっともう買い取ったから。今日誰の一番ゴールですか？入ってこんとって。もう俺の企画やから。いやいや一番ゴールは俺やから。秋万歳の一番ゴール。今日はですね、ヤンマースタジアムで行われた、はい、レッツ対セレッソ。いやそうですね。もういや黙っといてだから。あ、そう、俺の番組やからこれ、番組やから。これでもの、じゃあ坂本選手が左からのクロスを上げました。うわー、どうか、どうか、バックステップ踏んで打ったよええかな。一番飽きないから。一番再生回数が伸びないから。俺がもう今日ここ番組取っとるからもう。秋万歳の一番ゴール。今日はセレッソ大阪のですね、徳倉選手のゴール。今日は散髪してきっちりとこう整えてましたよね。今日は左サイドの清武選手がサイドチェンジをしたボール。チェンジしました。ペナルティーエリアの角で受けた坂本選手がですね、トラップして左足に持ち替えてクロスを上げました。徳倉選手は大外に回り込んでの、ここはですね、散髪したてのこのピチッとした頭でダーンって打ったボールがですね、横のネットにズタッて刺さりまして、徳倉選手は喜んだシーンやって、紙相撲みたいなから。これや、再生回数伸びるこれやで、ほんま。俺が分かるやん、俺が。あきまんざい、よーし。おばんざい、あき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 びっくりした、まさか加谷さんがおるとは思わなかったわ。いや、俺も汚かったけど、1000回再生もっと上げなあかん。それはそう、いろいろこう原因を探ったわけよ、俺も。俺なりに何があかんかっていうの、はいはい、やっぱりバンドがあかんっていう。元も子もないやん、元も子もないやん。めっちゃ考えて、もう違う、なんか制作のあれが違う、作りが違う、そうそう、ね、見てみたよ、はい、どうもやっぱりバンドが今後改善していて もう根本が悪いってことはこれもう伸びないんじゃないですか。そんなことないんですか。そうだから、そこでそこです、はい、改善策を今私が、はいはい、出します、はい、お願いします、お願いします。これを、はい、カジアキラが引き継ぐと引き継ぐ、引き継ぎ引き継ぎですか。制作部隊もこっちで引き取らせてもらいます。なるほど。そして僕の番組秋万歳、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 うん、一番ゴール。なるほど、うん、一番ゴール僕の、 あのやつですけど、一番のゴールでしょ、はい、今日の一番のゴールでしょ、はいはい、一番ゴール、そのまあ家事やったらどうやったらもっとおもろくなるんちゃうかみたいな、なんかあるんですか、はい、まあ俺だったら、うん、一番ゴールではなくて、はい、一番ミス
ミスを徹底的に、ミスを、あ、徹底的に今日のミスで言うと、今日のセレッソ対レッズのミスで言うと何かあった、うん、ミス あるよ。何があった。大倉選手の髪型、いや、それミスではない、それミスではないやろ。いやいや、ミスやとしたら、徳倉のミスじゃなくて散髪屋のミスやな。 あれはミスやったんですか、あの刈り上げは。ミスじゃないかな。ちょっと刈り上げすぎ。いやいや、違う、あれはでも意識したのって。 あれは韓国ドラマのイテウォンクラス、はい、いやイテウォンクラスね、はい、あそこパクセロイっていう、はい、あのその時に出てた人が、はい、なるほど、その人が髪型、そういう髪型で、あーイチャモンクラスでしたっけ。だから、あ、それやってそれや、再生回数が伸びひんの、それや。そういう、なんかおじゃじくさい、なんかイチャモンクラス、イチャモンクラスとかっていう、誰が笑うん、それほな。え、ちょっと笑ってたやイチャモンクラス、イチャモンクラス今までこうちょっとこうツンツンとしてたのね、うん、これからこうペタッてなんかこうする、はい、これ何の変化なの、これ。いや、なんかちょっと伸ばしてもええかなと、うん、まあまあ、気持ち悪。女性陣にはすこぶるいいのそれ、はい、ちょっと評判がいい。熟女、いや熟女じゃない、熟女じゃない、どこ、何、一般の女性ですね、はい、あの妹も含めて。家族かよ家族かよ。あと、あの解散の娘の、あの凛子も多分俺の髪型いいって言ってた。あ、うちの娘の凛子が、はい、一番嫌っとるからバンドが家来る言うたら、え、またバンちゃん来んの、バンちゃん来んの、嬉しいんやろな。バンのなんかお見合い企画ええと思うねんな、ほら言ってたやん、言ってたやん。やる気ある、そういうの。あるえ、うん、あるお仕返してよ。もう嫁でやるか。いや、嫁別にいらん、嫁は別にいらんやろ。バンチェラ、バンチェラね、バンチェラ。なんかこう、まずはリモートで僕一人いますと、うん、何人もの女の人たちが、うん、バンドさんちょっといいですみたいな思ってる人たちが来ますと、うん、ちょっと、それはもう年齢は、いやいや、もう問わないですね。もう結婚したいと思ってくれる女性、60、70でも、いやいや、もうはい、喜んで60、70喜んで、言うたな君を選んでもらうねん、君が選ぶわけじゃない。あ、女の人が選んで、どんどん女の人が数少なくなっていったら、うん、バンドは好みじゃないっていう、向こうが選ぶ。それはもしその最後の一人まで選んだら、僕はもう結婚しないといけないってことですか。まあ一度お付き合いしてみて、それから60歳、70歳の女性が、もうそうしゃあない、もうお前はいいって言うから、僕に決める権利はないんですか。ないんですか。あなたにはそんな価値ありません。価値がない。価値がない。価値がない。価値あきらってことですね。だからそれあってもう言うな。そう言うな、もう再生回数またこれで100減ったな、もう俺は100減った。でもさ、うん、なんかタイプ的にあんの、なんかタイプ、まあ、宮崎は多いとは好きやな。でも岡田くんと結婚してもらったし、あ、まあまあ、俺山口智子も好きやけど、唐沢さんの、ね、奥さんやし、あ、最近で言うと長野芽衣ちゃん可愛いなと思うし、あと、ね、森七菜ちゃんってわかる。森七菜ちゃん、この子可愛い。この子の18ぐらいかな。ティファニー、いや18は大丈夫、18は大丈夫、17なんです。いや、ティファニーのちょっとショートムービーみたいなのあるだよ。めちゃ可愛いから、この子とちょっとどうですかと。絶対あかんやろ、そんな。ほら、もう82万回生ありますから、これ森七菜ちゃんほらほら、この子あ、可愛いよね18歳には見えへん、髪短い感じの子も好きなんで。でも、あの子供にしか見えへんわ、やっぱり。もあ、ちょっとこの YouTube を使って森七菜ちゃんとお見合い企画みたいなできないですか。いや、もうクソのクソおじさんみたいな顔してた。いやいや、誰がクソおじさん。今ほんまちょっと久しぶりに、まあ、長野芽衣ちゃんも可愛いけど、森七菜ちゃんちょっと今俺ん中で。なんか中身はええの別に。いや、顔やな。うわやっぱりな、安い男やな、ほんまも。やっぱでもね、だって中身は分からへん。俺はもう結婚ほら16年やもう。16年、ね、子供さんに。いやいやいや、中身やね、やっぱり顔とか外見はやっぱ飽きる
小森奈々ちゃんめっちゃ中身いいから。知らんがな。このあのティファニーの役でもめっちゃいい子やから。いやいや役やろ。そうやって騙されんねや役でお前も。バンザ好き、バンザ好き。え、ほんま。役で演じる。ほいほい。おお、名古屋名古屋名古屋言うて金。いやいや。こう引退してさ、まあ家事2年とか俺1年経つわけやん。うん。急にやっぱりもうサッカー専用になったら全然筋力とか落ちるよね。トレーニングしてんの？え、家で、まああのちょっとヨガ的なのとか。出た。あと健活体操とか。形から入るからな、ほんまに。車も昔のに乗ってたっけ？ベンツ形やな。お前も一緒の形乗ってたやん。で、女は？森奈々ちゃん。森奈々ちゃん、形やな。森奈々ちゃんいいよ、可愛い。全部形から入るから。